はい、それでは10分ですね。で、こっちも はい、それでは間もなく開始でございます。はい、こうしてこうしてこうなって見えますか。はい、
座られるから、ちょっと前に座られるから、やべえ感が、本当にやべえ感を持ってる。ちょっと山崎くん前に来てくれ、俺すげえ助かるな。山崎さん、ここ来てください。もうここに向かって喋りますね。今日あれなんですよね、あのチームが半分以上ないの。それでは、じゃあ、今年の2018年西日本豪雨の話をですね、ちょっとしばらく海洋をずっとやってたので、久しぶりに気象をやってるんですけども、まあ、一応、科研の、中村久さんとやってる科研の一部のテーマということに位置づけて、何かやってみようということを、まあ、直後からやってたんですけど、まあ、結局その科研ではですね、海洋の影響を、まあ、見るテーマがあると、まあ、より良かったんですけど、まあ、今回はそういう話じゃなくて、まあ、純粋に気象のみで、まあ、ご了承する感じの形なんですけど、一応ちょっと、まあ、西日本豪雨についてもいろいろ気象庁から報道発表とかで結構なあの資料、まとまった資料が出されてまして、で、まあ、そんなにその、まあ、これあれもこれも全部謎っていう話ではないんですけれども、持ってきなりにちょっといくつか引っかかる点があったので再解釈をしたいなと思ったところがあるっていうことを、まあ、ちょっとやって今、まあ、論文にしてみようかなと思っているところです。で、まあ、気象庁の報道発表の、まあ、資料をこういくつか抜き出す と、例えば数年前に何回か九州北部豪雨と同じ名前で26年と29年とあるんですけど、九州だけにひたすらめちゃくちゃ降るみたいなのは、まあ、ちょいちょい今まであったと思うんですけど、まあ、あと広島豪雨も広島だけにひたすらすごい雨が降ったとかっていうのはあったと思うんですけど、まあ、この西日本豪雨みたいに、まあ、ほぼ、本当に西日本全部が、まあ、高知県だと1000ミリ超えたりとか数日間での雨量なんですけど、積算雨量で、まあ、500ミリ以上のところが、まあ、何十地点もあるというような感じで、こっちはパーセンテージなんですけど、過去最大に対するパーセンテージが 300% とか、なんかそんな感じの場所が 400% とか、まあ、そんな感じの場所がバンバン出て、まあ、まあ、被害もすごかったんですけど、それで、まあ、そんだけのことをどうやって起こしたのかという話で、で、まあ、ちょっとこの台風7号、プラピルーンという名前がついてるんですけど、この台風7号自体も一応西日本豪雨の一部に一応含まれているので、まあ、梅雨前線の停滞と台風7号を全部合わせて西日本豪雨と呼んでいるので、まあ、その辺のちょっと区分けも整理しながらちょっともう一回考えてみたということです。で、一応正式、気象庁の正式名称は、平成30年7月豪雨なんですけど、
で、期間は6月28日から7月8日までの、まあ、ずっと引き続いて、まあ、いろんな原因で何個かの、雨のピークが続いて連続してで、全国122地点で3日間降水量が観測史上1位だったりとかっていうのは、まあ、この棒がニョキニョキ伸びてる場所ですね、まあ、北海道も結構あるんですけど、まあ、概ねこの西日本全域で過去最大だったりとかしたという話ですね。でこのうちのほとんどこの3日間降水量が観測史上最大になったっていうのはこうほとんどが7月8日までの3日間降水量で一番後半に当たる部分だから、6月28日から、まあ、前半いくつか、大雨があるんですけどその辺ではまだそこまで記録的なものにはなってなくてその後台風7号が来てで最後に梅雨前線が停滞してっていう話だったんですけどで、もう直後から結構報道が出てて、まあ、こういうことだったんじゃないかみたいなので、明大の坪木さんとか NHK に出たりなんかして、まあ、いろいろ解説してたんでほとんど謎らしい謎は、まあ、別にないんじゃないんですけどもちょっと気になったことがあったんで7月12日付でこんな仮説もあるんじゃないかというのを自分のブログに書いてたんです。で、一応、まあ、J ラのデータなんかをちょっと見たりして、まあ、こういう話だったんじゃないかっていう、こうちょっと着眼点を持って、書いてた話が、バイ先生が最後3日間ずっと同じ場所にロックされてたんですけども、その原因はもともとその直前に通過した台風7号のせいなんじゃないかというのが僕の着眼点で、まあ、その今日話すメインですね。で、まあ、当時はまあこの仮説をちょっと提案してどう議論が盛り上がったらいいかなぐらいだったんですけど、まあ、ちょっといろいろやってみたら、まあ、それなりに話がシナリオとしてまとめそうだったんで、まあ、それぐらいには出しとこうかなと思い立ったんですけどちょっと今膨らんでジャーナルにするかどうかっていうぐらいの感じです。で、一応時系列的に豪雨の流れを見るために、まあ、どれぐらい長くこういろんな水位があったかっていうので、これ長崎県の雲仙市の時系列降水量で6月28日29でここが7月1日から8日までなんですけど、で、棒グラフが青の棒グラフが1時間降水量ですね。で赤い線がこう積算してった降水量です。でオレンジ色が7月総降水量の平均値、例えばこの雲仙市だと529ミリと、でこれをいつ超えたかっていうのがまあこの辺ですよという話なんですけど、それで、まあ、大きく分けてですね、まあ、これ雲仙市だけじゃなくて西日本こう各地ほとんど同じような雨の時系列になるんですけど、6月28日から7月2日までぐらい、まあ、降ってる場所をあったりなかったりなんですけど2日までぐらいがまず1つ目のピークになっていて、こっちは梅雨前線の南側に位置した状態、まあ、あとでちょっと示しますけど、まあ、日本の北に梅雨前線があってでその南側であちこちでバンバンこう大雨がちょいちょい降ると、で、まあ、そのうちの例えば何時間かにすごい強かったりとかっていう感じです。でその後台風7号が来てで直撃を食らったところはその直撃によって降水量が大きくなると、でまあそれは1日たてば通り過ぎるので、まあ、それもそんなすごい積算降水量にはならないんですけれども最後の、7月5日から7日までですね7日までの3日間8日はほとんどないところが多いです、まあ、北海道とかリスとしてですね西日本の他の地点も大体このような感じなんですけど、まあ、最後梅雨前線本体が直接西日本にずっと停滞して3日間ずっと同じ場所に行ってで直接降水がバンバン来ると、でこれで、3日間同じ場所にずっといるので、1時間降水量で見るとこっちの方が多かったりもしますけど、まあ、とにかくひたすら降るので、まあ、積算降水量がでかくなってまあ2、3日でその多くの観測地点でその7月の総降水量平年的な総降水量を全部超えちゃうと
いう感じになります。だからここが一番まあ豪雨の、まあ、本体というかメインボディになってくると。でまあ台風7号は台風7号で雨降ったでしょうで説明がつくので、まあ、それは何も不思議はない話で。で南側で前半ですね、7月号の前期6月28日から7月2日の、例えば天気図を見るとこう朝鮮半島あたりとかこう北海道のあたりとかこの辺に前線がいて、でそのもう日本列島全部南側にすっぽり入ってるんですけども、まあ、ひたすら、まあ、水蒸気量は多いという状況であちこちで、まあ、何らかの、豪雨がちょこちょこ起こると。で起こってしまうと、まあ、その1時間降水量すごく大きいというようなパターンですね。でこれに似たようなやつは、去年も九州北部豪雨で九州の朝倉とかもありましたし、まあ、それ、まあ、ちょっと、まあ、前線の位置違いますけど、その豪雨の起きた地点に対してその北側に前線がある。で、そのさらに何年前だ、6年前ですね、6年前の九州北部豪雨は、まあ似たような位置ですね。でその南側で、熊本あたりに800ミリぐらい来るという話だったんですけど、まあ、これは、まあ、僕も協調で入ってるんですけど、まあ、中村久さんとの科研も当時やってて、で、まあ、海面水温の影響が結構あったというような話で、まあ、結構その梅雨前線の南側でこういう豪雨が降るっていうのに対しては、まあ、結構最近こう、まあ、流行りというか研究は、まあ、研究量多いと。でそんなにその改めてこれはどうしてなのっていうところは僕らには今のところなくて、まあ、これはまあこれでなるほどこのパターンでという感じで説明つくかなと思うんですけども、問題はですね、メインボディ その後期の7月5日から7日なんですけど、まあ、どのぐらい同じ場所だったかっていうと、これが5日6日7日ですね。で九州の北部から大体本州の中部にかけてこう伸びるっていうあたりだけを見るともうほとんど3日間変わってない。で南部方向にも東西方向にもほとんど動かないっていう状況で、でまあその直接前線の本体でまあ広範囲に降るというパターンですね。で、まあ、前線が停滞すればそれは降るだろうという話はそれはそうなんですけど、実は3日間ずっと停滞し続ける、同じ場所に停滞し続けるって意外となくて、停滞前線なんですけど、なんでかっていうと、大体こういうちょっとしたメソ低気圧みたいなのが大体こう西から東に流れていくと、その流れに伴ってこうちょこちょこ2、300キロ南北するので、同じ場所にひたすら3日間同じ固定するっていうことはまず、見られないんですけども、まあ、この3日間じゃあ ずっと同じ場所にいられたのはどうしたのかなというのが僕の最初思ったことです。それでですね、まあ皆さんそう思ったらしくてですね、まあ、報道でもそういうところはどうしてなの、3日間も例えば NHK のクローズアップ現代に坪木さんが出てきてですね、3日間も同じ場所にロックされたのが今回の豪雨の原因ですと。まあ、それはその通りです。で、まあ、これはロック、だからそれ で肝心なところはですね、そのロックされた原因はじゃあ何なのかということはあんまり実は話されてなかったですね。で、あ、ロックされた原因を喋ってるなと思って見つけた記事がウェザーニュースさんなんですけど、まあ、同じような文言を使っていて、でこう最後の行をこうちょっとピックアップして引用してるんですけど、太平洋高気圧と、この気圧の谷が上空にありまして、その間にサンドイッチされるので、雨をもたらす梅雨前線が北上も南下もできないロックされた状態となったというふうにこう書いてあるんですけど、この気圧の谷どこの高さなのかちょっと不明なんですけども、おそらくまあ上空の500とかの気圧の谷なんですけど、上空の500の気圧の谷と地表の太平洋高気圧で前線をセットできるのかというのは僕としてはちょっと疑問だ
高さが全然違うところでこう太平洋高気圧を対処できるのか、それは下は下で下で対処する別のものを考えなきゃいけないんじゃないのかっていうのが僕の見方です。でまあ、気圧の谷は気圧の谷であったので、それは何らか役割はあったと思いますし、それで別途今回も再解釈をしてるんですけど、で、気象庁もその後、何日に出されたんですかね、8月になって出された、報道発表の資料でも、まあ、大体その、まあ、一つは、オホーツク海高気圧がこの辺にいたはずなのに日本海に全部流れ込んできちゃった、で、まあ、下層の冷たい空気が流れ込んだから、ここに停滞していた前線が強化されたというふうに書いてある。でもう一つは、朝鮮半島の上にこう、気圧の谷があって、で亜熱帯ジェット気流はそこをこう迂回するように蛇行していて、それで、この気圧の谷が、前線に近づいてくるときに南東にゆっくり進んで、西日本付近にこのジェットのが被ってくるときに上昇流をここで歴史したような書き方ですね。で主にこの2つだと。でまあ結果的に各地でその前線上で線状降水帯ができて、というような書きぶりです。なんですけど、まあだからその前線がロックされたのなぜかという理由に対しては、まああえて言えばそのこのオホーツク海高気圧がなぜか日本海にも流れ込んできちゃって前線強化と書いてる部分がその理由に当たってるのかもしれないですね。で、まあそれはそれでそうなんだと思う。間違ってるというか別にそこに異論があるわけじゃないんですけども、まあ、もうちょっと掘り下げて考えたいということです。で、上空の気圧の谷に関してはちょっとぼやかして書いてあるんですけども、まあ、これもちょっとウェザーニュースの書き方はちょっと違うんですけど、どういうことなのかはちょっともうちょっと整理したいなと、まあ、この2点ですね。なので、まあ、僕の今回再解釈をこうまとめ直したいなとあえて思ったポイントは2つで、なんで急にこの冷たい、オホーツク海高気圧の寒気がわざわざ日本海にドバドバと流れ込んでこなきゃいけなかったのかという理由を全部そのちゃんと説明できるかと、ということが一つと、で、まあ、しかもその流れ込んできた後に、全部流れ去って南に全部がざまっと流れ去っちゃったら前線は南下しちゃうので、そうすると同じ場所に停滞できませんので、そうするとロックされた理由にはならないので、じゃあ それも含めてなんですけども、そうするとじゃあ流れ込んでここに留まって、太平洋高気圧とずっと対峙し続けた3日間をどうやって説明するかということがまず一つです。でもう一つは、まあ、上空の気圧の谷なんですけども、まあ、これはこれで、あったことは間違いなくて何らか役割は当然あったと思うんですけど、なんでそのここにあると西日本全域に対してですね上昇流を冷気できちゃうのかと、いう話をもうちょっと改めて考えたいなと。まあ、一般的な話は、ここ、気圧の谷の、ジェットの出口側は上空発散になるので、まあ、上昇流を冷気するっていうような話もあるんですけど、それともう一つ、まあ、最近、三瓶さんって会津大の、シャーさんと一緒にハワイダイビアツアーとの研究なんですけど、まあ、別な三瓶さん仮説っていうのがあって、まあ、それは僕はまあちょっとなるほどと思っているので、それをちょっと当てはめて再解釈したい。この2点ですね。それで、すみません、はい、前提をはっきりさせたいんですけど、はい、まず前線は、何も事前情報がなかった場合に、はい、どうなると思ってたけど思ってたんですか。って分かります。この今なんか停滞した理由とか言ってたんですけど、オホーツク海高気圧とか太平洋高気圧はなんか、梅雨前線の基本的な、話に出てくるような気団の、はい、気団の話があって、はいはい、なんか何ていうか、
普段ならどうなるはずなのに、はい、今回は特殊な事情があって停滞したということみたいなわけですね。そうです。まあ停滞は停滞なので普段から停滞なんだけど、その停滞の度合いとして、あの前線上のこうメソ低気圧ってやつがこう数百キロおきにこう現れて西から東に流れていくと、その流れに伴ってこう100キロ200キロは平気で南下したり北上したりっていうのを繰り返して、結果的にその、まあ、寒冷前線ほどは通り過ぎて終わりっていうふうにはならないよねっていう相対的な話をしてる。で、まあ、停滞って言っても同じ場所、例えば西日本の山口県のどこ中心にっていうような感じで見た時に、それで1日以上同じ場所にいるっていうのは結構長いんです。たとえ停滞前線だとしても 3日も続くっていうのは結構な異常じゃないかなと思う。大体どのぐらいの、転移をするものですか。頻度分布とかを書かせてもらうかもしれません。前線の記号は気象庁天気図から拾ってるので、まあ、今回の解説もそうなんですけど、それを、なんだろう、変動っていうデジタル的な操作に限ったことは僕はないんですけど、じゃあ印象としていつもよりもデータしてるなと、まあ、例えばその今年の 5月から7月全部を全部ざらっと見てもそうだし、まあ10年ぐらいはざらっと見てもそうなんですけど、3日間ずっと同じ場所にいるっていうのは、基本的にはなかなか見つからない。見つけた時に例えばその南海上にこうずっとここに解析されっぱなしだなっていうようなのは何個かあるんですけど、かつてこれと同じパターンになってるのを10年ぐらいさ、あの例えば気象庁の下降天気図みたいなのをさらった時に見つけることはまずできないです、という、それぐらいの前提です。そのちゃんとした統計があるわけじゃないですか、デジタルっていうのは。分かりました。日本の南の方だと、その停滞というか、ほとんど動かないこともあるけど、日本の辺りに来たら、なんかフラフラする。どうなんでしょうね、よくわかんないです。はい、ちょっと移動的に、こう日本よりも北の緯度になってくると、そこそこ気圧波動がやってくるので、それで、あの一回リセットされちゃうんです。そのちょっと春先とかの低気圧に比べると全然弱いんですけど、そいつがこう一回突っ込んできちゃうと、一回その停滞前線の記号として書かれていても結構な移動、南北移動してしまう。でそれに乱されるので、全く同じ場所にずっと停滞し続けるというのは結構難しい。で今回その気圧波動はあった？気圧波動がないんです。なかった、3日間来なかった。なかった、はい。私もそこを聞きたいんですけど、これは天気図上で低気圧が解析されなかったという意味なのか、そもそもだから停滞したっていうよりその3日間、4日間低気圧が来なかったっていう方が珍しいっていうのか、その原因が何かっていうことではない。そういうことを言ってるのかもしれない。同じことを言うかもしれないです。はい、でもだから、それを全部押しのけて、他のものが入ってこれない状況にしちゃったっていうのが台風7号のせいなんじゃないのかっていうのが僕の最終的に言いたいオチです。最初に言っちゃいました。前線上の低気圧って人によってっていうのが出し方が難しいじゃないですか、はい、これ低気ここに L と書いてクッとこう前線を曲げるのか、はい、そこに L を解析しないで気圧帯のところにフッと前線に行ってしまうかっていうのは結局多分最後は人の目でやってるので、そこで少なくとも、今回は気象庁の予報官たちはそこに低気圧を解析できなかったわけですよね。そうですね。一応あの一瞬丸を書いたりしてるんですけど書いた丸が翌日にはなくなって結局前線を動かしてないっていうようなことがこう天気図上で起こってるんですけど、でそれだとちょっと僕もよくわからないから、あの僕がやり直してるのは J ラの気圧分布をもう一回書かせ直して収束場を書かせ直して、で南北風の線、南端北端はどっちなのっていうような線の書き方もいろいろやってみて、
で、まあ、基本的にその天気図上に解析されている前線の位置とあの解釈が大きく変わるわけじゃないっていうところからスタートしてで、じゃあどういうふうにその次行くかっていう話になっていくと思います。なので、まあ、僕自身も、まあ、似たようなその前提をどうすればいいのかなっていうのは、まあ、ふわふわしたところがあって、まあ、だから人が解析している天気図を使うわけなので、だけどそれはそのある程度信頼はできるんだけど、Jラと比較するとどう見えるのかなは一回やった上でその次の話になるっていうことだと思います。はい、Jラの再解析ってメソアルバテリックやつみたいな表現できるんですか？まあある程度見えています。うん、あのだから例えばちゃんと細かく 1Hpずつ書けばとか、ちゃんと回転してるのかとか、あの見ようと思えば、そのメソアルファ低気圧を検出しようと思えばですよ。しようと思えば、それぐらいのものはちゃんと見えます。はい、ただまあ僕はその今回メソアルファ低気圧が一瞬出て北沖に出てきたなっていうのを、あのさほど、シナリオの面に置こうと思っていたので、あんまり話さないんですけど、一応ジェラでもそれは出てくれば、あの天気図で一瞬出てあいつだなっていうのが見えます。ジェラ条件も。で、まあなので、まあ、いくつか同じことをですね、いくつか別なデータを付き合わせて、まあ、よくある誰でも見るようなデータでシナリオを整理し直そうというのが、まあ、やりたいことです。それで、まあ、過去天気図で公開されているのはその 00Z だけなので、まあ、厳密にはその1日の1日4回のズレを追っかけることはできないんですけど、まあ、これはその天気図からその場所を引っ張ってくる。でこれはもう手で書くしかないんですけど、でこれを、まあ、GS マップの1日デイリーにしてみて、積算構成に書いてみてとか、気圧場は例えばこれ J から1日平均して出してみるというようなことをやって、まあ、その気圧場だけじゃなくて、まあ、いろんなものを平均して、まあ、大体どれぐらいの場所に合ってくるのかというようなことをちょっと付き合わせながらやっていく。で、GMN のベストトラックで台風7号ですね。こんな経路です。こんな感じで。で、この経路が7月1日ぐらいが、ここですかね。1日ぐらいから1、2、3、4。で、5日にここに音程化して突き抜ける。で、こっち側にそれらしき低気圧が行くんですけども、その後は、ベストトラックには乗らないような状況になっています。それで、まあ、ちょっと全体の、6月28日からって言ったんですけど、6月27日から始めて、全体の雰囲気を見てみると、27、28、29、31、2と。で、これはまあ、その天気図上の梅雨前線を書かせると、まあ、そこそこちょこちょこ動いてはいますけど、まあ、基本的には日本の完全に北側にいて、日本全ほぼ全域が、まあ、その南側に入っていると。でそういう状態の中でたまにこういうのが引っかかって、長崎で大雨になったりとか、これもそうですね。これもちょいちょい四国とかそこそこあちこちで、降ってます。で、この辺はもうほとんどどこでも降ってなくて、もうこの2日に関してはどっちかというと台風本体なんじゃないのかっていう微妙なところではありますけど、まあ、いずれにしても梅雨前線の南側という見方で基本的には気象庁報道発表もくくられている、まあ、そこにそんなに、まあ、僕としてもあこれはこうじゃないかなみたいな異論はないんですけど、でまあ、こういう状態に対しては、漫画さんの研究もそうなんですけど、台風が南側にいるので、台風が南側にいて前線が北側にあってその間で、降水が強まるみたいな、研究っていうのは結構アメリカでも多いらしくて、で、まあ、このパターンだと割と研究例が多いんです。でまあ、日本の梅雨前線だけじゃない、結構、まあよまあ、そういう状況で、まあ、水蒸気フラックスが増えるので、
大雨降るよねっていうような話は、まあ、よくある話です。で、台風が3日4日に、東シナ海から日本海に突っ込んできて、5日に温帯化してここ一気にここまで行くと、ここがすごい早いんですけど、それでこの時にですね、まあ、ここまでは台風のコースでいいと思うんですけど、台風がこう日本海を突っ切るまではその前線として解析されてるのは北40度ぐらいのところにこういうふうにあるわけです。で、まあ、ほとんど北海道とかに、雨が降ってると。で、温帯化しかけてここに一瞬その前線が解析されてるんですけど、これがその40度にいたのがその5日に突然35度にこうポコッと解析され直される。でこの5度の差は結構でかいんで、突然飛んでくる、これ何かっていうにはかなり厳しい。だからこの間に何があったのって言ったら、台風が7号が通過したことしかないんです。じゃあ7号が通過したらここにいた前線がここに来れるっていう話は誰か説明したことあるのかということなんですけど、まあそりゃそうだろうと思う方は思うかもしれないけど、僕はちょっとちゃんと見てみた。でその後ですね、まあここはジャンプするのはまあ説明がついたとしてもですね、まあ、その後、まあ、さっきから言ってる通り3日間同じ場所にずっといるわけです。で、まあ、ここに金庫がちょっと解析されてますけど、この金庫のところはこれ1日平均した気圧で書いてますけど、6時間ごとのやつで書く と、メソ低気圧として閉じるような感じですね。この辺に1回閉じるだけど全然抜けないっていうですね。で、まあ、一応8日もほとんど同じ場所といえば同じ場所ではあるんですけど、8日はもうほとんど雨としてはどこでもあんまり降ってないという状況になります。でなので、まあ、主に豪雨としては5日、6日なのかというふうに見ればなと。で、じゃあこの3日間こうとにかく同じ場所に梅雨前線がずっと解析されてたことは事実 で、その直前に、直前まで40度のところに別の前線があったのに、いきなり5度、ま、南に飛ばされてるというところを、まあ、台風7号でどうやってつないだら話がスピードするのかということが整理し直したいですね。それで、じゃあまあそのどうやってかはちょっと分かんないけど、まあ、台風7号のせいなんじゃないのかと。その40度以北にこうあったはずなのに、いきなりここの西日本の直上にボンと持ってきたの、35度 N に突然ジャンプさせたのは台風のせいなんじゃないのかと思ってですね、じゃあ台風は何をできるのかと考えたんですけど、で、まあ、で、いろいろジェラのいろんな映像をざわざわ見ましたっていう、まあ、この後も そういう話です。で、この後も全部同じパネルで変数だけ書いてきますけど、で、これはまず地表面気圧を、南北方向に平均値とって、そこからの偏差でカラーリングします。で、まあ、コンタはさっきと同じようにそのままなんですけど、だから青いところがトラフと、地表面の気圧のトラフで、赤いところが、まあ、これは太平洋高気圧に当然なんですけど、リッジになると、まあ、あんまり地表面であんまりリッジとトラフって言い方しないかもしれないけど、一応まあそういうふうに見ますと、それで、SLP のディファレンシャルを取って、その傾けゼロになるところをこう追っかけていくと、まあ、こういうふうに谷の底とリッチの尾根がかけるというのを、まあ、一応こう手書きですけど、まあ、前線の解析と同じような感じでいろいろとしてはまあやってみると、まあ、こんな感じに推移していきます。で、5日に梅雨前線が形成された時にこうトラフがこういうふうになるというのは、まあ、前線の位置とほぼ一緒なので、まあ、これはこれでその気象庁天気図の書いてる前線の位置が J ラの気圧場の谷底と基本的にはもうほぼ一致してるっていうのが、まあ、これはその3日間とも同じ場所に出てくるので、
これもそんなにその J ラと天気図でずれることではないのというのがとりあえず言えます。それで、天気図に書かれないこととして、まあ、太平洋高気圧を見れば分かるんですけど、その北側のリッジも一応あのちゃんとデジタルで書けるので、まあ、これをこう書いて追っかけてみます。これがこんな感じに出てきます。で、前線をこうだからサンドイッチしているのは上空の気圧の谷じゃなくて上空じゃなくて同じ地表面の気圧の尾根ですね。気圧の尾根がこう北側にずっとあって、それで太平洋高気圧が動かないので、そうするとまあサンドイッチとそれは言えます。まあ、だからこの谷は動きませんねという話は、それならまあまあ、まあ、そうで、まあ結局、ジェイランの気圧場ではそうだったということですね。で、まあ、この大まかに言ってこう東西に伸びる尾根と谷と尾根のパターンがこう3日間続いて動かなかったというのが、前線が動かなかったということだというふうに解釈できます。その北側の尾根のことをオホーツク高気圧っていうのとは違う。あ、そう、まあそうです。はい、はい、で、まあオホーツク高気圧は全然いいんですけど、オホーツク高気圧は普通はほっとくとオホーツク高気圧の中だけにとどまっているやつなので、そこオホーツク海がすごく冷たいので冷やされてできている寒冷高気圧だから、わざわざ日本海に、出てくるにはそれなりの理由があるんです。出てくることはあるんですけど、ありますよ、はいはい、それはその理由に何もなければ、何かの力が働かなければ、オホーツク海から東側から日本海の南西側に、オホーツク高気圧はわかるけど、はい、梅雨期になるとオホーツク高気圧の張り出しが日本海側っていうか、梅雨前線の北側に来るもんではないですか。いや、来ることもあります。で、別にそれが不思議っていうわけじゃなくて、はい、まあ、ちょっと待ってください。基本的事項を確認するというのは、我々の中学校ぐらいの習っている梅雨前線っていうのは、はいレアなケースなんです。オホーツク海高気圧と太平洋高気圧の間ですねって言ったらできる。はいはい。レアなケースというか、あれは教科書の記述としては結構サボっていると僕は思ってます。うん、まあ、その安南北の北緯50度ぐらいのところに中心のある寒冷高気圧だけで、日本全域の九州から西日本から、まあ、東北あたりはまあいい年ですね、の梅雨前線の停滞を全部そのオホーツク海高気圧と太平洋高気圧の間ですねで説明するのは厳しいものがと思います。で、一応中国は中国で揚子江高気圧っていうのを名前をつけてですね、で、まあ、それと太平洋高気圧の間なんだっていうような説明をするんですけど、結構その一番肝心な梅雨の豪雨でメインで一番着目されるのは西日本だったり九州だったりするわけですけど、そこで北側の寒冷高気圧と太平洋高気圧と対するものは何なのかっていうのは教科書的にはほとんど書かれていない。で、説明しきれているとは思わない、はい。で、まあ、ちょっと今回あんまりその話をしないですけど、で、僕がその、2014年に出した別の論文は、その公海は公海で個別の固定的な寒冷高気圧が存在していて、それは僕が勝手に公海高気圧の名前をつけて、それは別個のもんだと。で、そいつが九州の、梅雨前線に関しては停滞する位置を決めているというような話をしたんですけど、というような感じでこう領域的に個別に、局所的な寒冷高気圧をちょこちょこ考えないと、大雑把にそのオホーツク海高気圧と太平洋高気圧だけでは、まあ、例えば逆それこそ3日間なんで停滞したのをちゃんと説明できるかって言ったら、ちょっと
うん、それだけですかっていうのは納得しかねるところが出てくる。まあそれで納得できるんだったらまあそれでもいいんですけど。後悔ってどこでしたっけ。あ、後悔はですね、この辺ですね、東シナ海の北部と言っていいのか。はい、そこを霊源とした大気圧もあって、はいはい、まあこれは今回言いませんけど、今回ないので、はい、はい、で、これなんだっけ、 V ですね、サーフェイスの V です。で、北風の先端がどこにあるかを見たかったので、本当に前線の、気象庁天気図の解析した前線の位置とどれぐらい合うものなのかと思って、まあ、これはあの JR の気圧の谷からこの紫の線を書いてますけど、まあ、それがさっき気象庁天気図と合ってたことは分かったの でそれと、北風の先端はどれぐらい合うのかと。で、こう 青い領域が北風なわけですけど、こう追っかけていくと、まあ、3日間4日間ずっと追っかけていって、まあ、基本的には全部だから、北風の南端が前線の位置というふうに解析されていることはまあ大体合ってます。そう見ることはできる。それで、まあ、台風がこう日本海を突っ切っていくときに、東シナ海にいたときは日本海全域南風なんですけど、完全にで、だからここに前線があって、それは妥当だと思います。なんだけど、日本海に台風が突っ込んでいくと、当然その周りの回転は結構強いので、台風の周りの気圧系動力はそのここにいた前線構造を全部壊しちゃう。そうすると、ここにあったはずの北風の先端は全部その台風の中心に対して引き込まれてしまうので、まあ、ここまで来てしまう。で、この後音程化して突っ切っていくと、やってき、低気圧の中心自体はこの太平洋側に抜けちゃうんですけど、この北風はどんどん南下してきちゃうということが、いつかに起こっていることです。で、結果的にその40度あたりにあったはずの前線が35度にいきなりジャンプしているように見えるのは、やっぱりその台風中心に対してこう、北風場がこう40度あたりにあったはずの前線構造を全部壊して、そこに全部引き込んじゃってるということが、まずこの4日に起きてて、でその後5日に、日本列島の北岸まで全部流れ込んでくる。で、流れ込んできた後、じゃあ今度ここに、まあ、前線を解析するような状況になったのはいいんですけど、この後、さらに南側に流れていって、全部流れていったら、ただあの3日間は停滞できるんですよ。ずっとこの位置で、停滞し続けなきゃいけない理由は何なのかという話になると思うわけです。まあ、気圧経度の場が変わったら、まあ、ここまでは来れるかもしれない。来た後、じゃあもっと南に行かないで、ここにずっと居座り続けなきゃいけないのはどうしたという話に次になります。で、まあ、一応あの音韻も見ておきますと、まあ、ちょっと SST は一応書きましたが、あんまり今回関係ないです。まあ、音韻で見てると、まあ、あんまりその音韻のコントラストとして前線を見るとしても、そんなに話は変わらないです。まあ、北風の先端のところはちょうどそれまでオホーツク海にあった寒気がと同じような、295度ぐらい、それ以下ぐらいの寒気ですけど、だから気温にして22度とそれぐらいの値で、温位で見てると、台風が入ってきた時に日本海の中部ぐらいまで、まあ、それが北風の先端と同じように入ってくると。音域としても一緒に入ってくる。まあ、当然ちゃ当然なんですけど、まあ、それも一緒ですね。それで、音域場としても、22度の線がここにずっと前線の解析されている位置と全く一緒のところに出てくると。で、これが3日間変わらないっていうことは、まあ、北風の先端という意味でも、22度以下の寒気っていう意味でも、まあ、基本的にはその気象庁天気図で解析されていることは、ジェラーの
あの解析場とほとんど相互がないで、まあ、だから状況はもともと分かってるんですけども、まあ、どういうことか、ジェラの中でも結局同じことでしたよと。北斗気流場が拡大して22度以下の寒気が日本海全域に広がって、そのまま居座り続けました。それが3日間続いたので、梅雨前線は北上はもちろんできないし、でかといってもその寒気が南側にバンバン流れ出してくるっていうことでもなかったので、結局南下もしなかったという話です。それで、これは何だっけ、温度移流ですね、V をかけたわけです。グラディエント取って V をかけただけなんですけど、まあ、結局その、青い寒気移流の場が維持されれば、ちゃんと寒気はその維持されると。寒気が来ただけで、ほっとくとどんどん温まっちゃうので、どんどん北から冷たいものを供給してもらわないと、その日本海にせっかくできた寒冷高気圧は維持されないはずなので、それがちゃんと3日間維持されたかというと、例えば、まあ、同じように台風が日本海に入ってきた時に、オホーツク海の方からこう台風の北東正面から南北西正面から、まあ、全部寒気流場になる、そうすると前線がこう折れ曲がりますね、全部一緒です。まあ、さっき言ってることと全部一緒なんですけど、そうすると、オホーツク海にとどまったはずの寒気が全部一気に日本海に流れ込んでくるっていうのが、その台風の温帯化して通過するっていうタイミングの時に日本海全域に対して寒気流れ込む。まあ、結果的に温帯が全部ここまで来たっていう結果を説明するのは当然こうなきゃおかしい話なんですけど、まあ、一応ちゃんと出すとそうですよと。それで寒気流場の境目、寒気流場と暖気流場の境目としても、まあ、前線の位置は全く一緒ですね、まあ、当然なんですけど。で、まあ、こういう状況だったので、固定的な寒冷高気圧を日本海に維持できた。でこれをまあ別にわざわざその別の、日本海高気圧だとかっていう名前をつける必要があるかどうかはまあ別の議論として、まあ、少なくともオホーツク海高気圧としてオホーツク海だけに固定されてたものがのれん分けとしてこう日本海にも流れ込んできたわけです。で流れ込んできて日本海の中でこうしばらくとどまったので、まず北上はできない状態になった。まあ、もともと北にいたはずなのに、日本海全部寒気になっちゃったから、その南端、つまり日本列島が全部前線の先端部分に位置せざるを得ないという状況が続くということですね。それで、まあ、じゃあそのこの寒気が流れ込んできた後に、今度じゃあもっと日本を越えて南に行けるかって考えると、寒気は下に沈んでいくものなので、日本みたいなこういや山岳地形がある場合、その山岳地形を乗り越えて寒気が南に行けるかというと、基本的にはそれをは素直に考えるとそうはいかないはずです。なので、南にも行かず、で日本海が 全域が寒気であるならば、日本列島上がずっと前線収束でなければならない状況にずっと置かれるという話になります。で、まあ、収束場ですね。で、まあ、収束場で書いても、これ青で書いてるのは最初の天気図から拾ってきた前線の位置ですけど、赤が収束です。で、まあ、最初は台風のあれが収束してますね。北海道のあたりに解析された前線のあたりにまあ収束場ありますね。台風の温帯化したやつと混じりつつありますので、まあ、基本的に一致していると思います。で、まあ、ここも 見なきゃいけない 5,6,7 も、気象庁天気図の前線の位置と、ジェーラの気圧の谷、地表面の気圧の谷の極小値として書かれる場所と、それから収束場っていうのは一致しますね。なので力学場としても、熱的な場としても基本的には
気象庁天気図が解析している気象、前線の位置というのは、まあ、確かにその通りとしか言いようがないということですね。で、まあ、気象庁の報道発表で言ってたように、オホーツク海高気圧の寒気が日本海に流れ込んできて前線を強化したという文言で書かれているんですけど、その事実はその通りで、それを追っかけているだけの再解釈ではありますけど、まあ、そこにその台風の通過が関与していたということを挟むと、まあ、この前線がこう40度から30度にいきなり飛ぶということもすっきりしないかなということが言いたいことですね。で、まあ、これですね、はい、で、だから、大体こう、うん、ざっと見た感じまとめると、まあ、もし梅雨前線形成、まあ、西日本上での梅雨前線形成3日間ですけどに台風7号直前の通過が影響があったとしてですね、まあ、同じ位置で維持っていうのを、まあ、どうやって説明するかということなんですけど、まあ、さっきなんとなくその寒気は、山岳地形を下に潜り込んでいくものだから高い山岳地形を越えられないだろうっていうのは僕、まあ、一言言ったんですけど、まあ、もう一つの視点としては要するに気圧経度力として南向きに寒気がこうどんどん流れていく気圧経度力と北向きに太平洋高気圧がこうバンバン押してくるという気圧経度力が同じ値で釣り合っていれば同じ場所にから動けないはずなんですよという話も一応見ておこうかな。それで南北方向の SLP の、経ですね。だから上り斜面が黄色で下り斜面が、青です。で、まあ、これはちょっと単純に、作業図としてこのトラフの位置が確かにここですよと、まあ、ゼロ線ですねということを言ってるだけなんですけど、まあだからこの下り斜面のところは寒気流が当然継続しますよね。北風が常に加速され続ける。で、北側がより冷たい温度だということが前提として、あるんであれば、まあ、北風に乗って冷たいより冷たいものがひたすら入ってくるんだから寒気は衰退しようがないというのが少なくとも地表面ではまあ言える。で、地表面でもう一つ見ておきたかったのはその気圧経度の、まあ、ちょっとさっきは斜面の上がり下がりだけでしたけど時系列でちょっと値の変動を見てみました。で、どこで見たかというと、この一番西日本の130度、135度、まあこの高の一番きつかったところの前線が一、まあ、ほぼ動かなかったということを時系列的に気圧経度で解釈するとどうなるかという話です。で、7月1日から12日までの時系列を南北緯20度から50度までの緯度時間だみたいに書いてますけど、で、これがこの白丸がですね台風7号の北上位置ですね。で、7月3日4日、5日あたりにかけてここはもう音程化してますけどここにかけて、まあ、ずっと北上していくと。で、当然台風の中心をずっと追っかけてるわけじゃないのであのあんまり綺麗3日より前はあんまり、台風そのものを見てるとは言えないかもしれないけど、まあ、基本的にはその台風を中心にして、当然同心円の南北の気圧経度が働くから、まあ、それは当然釣り合ってるわけです。こことここは当然バランスしてるわけです。で、このペアがこうずっと上がってくるってここまでは、まあ、当然バランスしてて当たり前でしょうという話なんですけど、だからそれは台風同心円の台風なんだからそうです。で、ここまで来るとあとと音程化してその今平均を取ってこの経度帯から東に抜けていくんですけど抜けてった後もこの台風の北側にできた強い気圧経度で、まあ、北風が加速されます、ね。で南風も
台風に対してっていうのもあるし、太平洋高気圧からの、上り斜面っていうのでも気圧計がずっと働き続けるので、まあ、この南側は当然これぐらいずっと一定してある、太平洋高気圧が張ってる限りは。でそれが大体 1パスカルパーキログラム、あ、キロメートルですね、ぐらいのスケールなんですけど、それに対して、この台風通過によってこう寒気流でこう全部入ってくると。で、青いコンタは北風なんですけど、南北風ですね。だからドットが北側です。で、この台風通過のタイミングで北風がこう北側のシベリアの方のやつとも全部つながって入ってくるという瞬間がこの5日に当たってますね。で、その、緑の三角が、気象庁天気図の、前線が解析されている緯度です。これを、まあ、追っかけていくとこの場所ですね。で、ここの45度ぐらいにあったやつが台風通過でこういきなり35度に来るというのは、まあ、この1日の間に台風が通過すると気圧経度のバランスの中心位置がこっちに移って、で通過し終わった後は こっちに移ってくるので、北風がこう全部つながる、あのシベリアのやつと台風の北風のやつとつながっちゃうと、日本海全域北風になっちゃって、ここに前線が解析されると、ここが日本の陸地には相当すると、32度から36度ぐらいの緯度です。そうすると、まあ、ここから西日本豪雨のこうメインパートが始まるわけですけど、ここの間、気圧経度が、南北でだいたい1パスカルパーキロメートルというぐらいの、スケールでほぼ同じで維持されると。で、その気圧、普通はですね、気圧波動でこう東西方向の動きがバンバン入ってきちゃったりすると、この南北気圧経度と南北風がこんなに綺麗にしないと思うんですけど、まあ、ほぼその気圧経度のピークと、南北風ピークっていうのは基本的にはこう北側で一致しているので、ここに要するに東西方向にいろいろ上乱が入ってきてこの場を乱すっていうことが起こってなかったから、まあ、こういうパターンになっているということだと思います。で、でなおかつこう南側と北側で、押す力が一緒なんだから、どっちにもなかなか下がっていけないと。どっちかというと若干、北側の気圧傾向の方がやや大きくて南に下がる傾向には出てますけど、でその後、別な台風がこう南から近づいてきちゃって場がこうだいぶ変わっちゃうので、全然別なところに移ってきますけど、まあ、そういう形で前線の位置っていうのは動いていく。でだからこの3日間に関しては、気圧経度として南北こうほぼ同じスケールになったので動きようがなかったっていうことを、まあ、寒気流から始まってここでも、まあ、確かに動きようがなかったねというふうに言えると。これですか、これは台風中心ですね、はいはい、これが入ってきましたっていうのと、1回ね、こう台風が抜けると、抜けるとどうなるか、これだからこの1回抜けるっていうのは台風そのものか、それじゃなくて今度高気圧場としてだんだん寒気が入ってきて、その寒冷高気圧として気圧経度をどういうふうに作っていくかで、この1から始めるから強まっていくっていうのは、だからこっから北風がどんどん寒くなる方向になってる、北風がの温度がどんどん下がっていく、だから密度がどんどん上がっていって重くなっていくので高圧化していく。で、まあ、これ経度を取ってるので、台風が通り過ぎた後今度はもう一回高気圧が入ってくることで気圧経度を乱さなきゃいけないので、台風に関しては台風の中心の気圧がものすごく低いから気圧経度が生まれてるんですけど、その後は今度は高気圧がの気
気圧が高くなることで気圧系とか上がっていくので、それは別のプロセス。だからオホーツクから寒気が流れ込んできて気圧が上がってという時間がここにこのスケールがあります。2日ぐらいに。日本海にやってくることはちょいちょいあって、でそれあのなんて言ったらいいのかな、相対的な話なので、周り大陸が暖かければ、日本海が相対的に基本的には海面水温が冷たいような時期であれば張り出しやすい。オホーツクを中心にしてかなりの広い場所に、西日本を覆うぐらいの広いスケールに、張り出しやすい。でそれが5月から6月にかけてだとスケールとしては大きくなります。何日か行ってすぐ日本でまた何日か出るってわけじゃないの？それは、ただその、張り出しやすいんですけど、相対的に張り出してるだけだから、気圧波動がやってきたらそんなにこう頑張ってそこを強固に気圧波動を溶かしてまで居座り続けるほどの力があるかというと、日本海自体にこう強制力があるわけじゃないから、冷やし続けて物を重くし続けてっていう強制力があるわけじゃなくて、相対的に大陸よりは冷たいよねって言って広がってるだけなので、物を溶かすような力があるわけではなくて、だから、低気圧上欄がやってきてたら普通に入ってきちゃう。そういうことです、はいはい、普通の波動上欄に普通にこう壊されてしまう程度のロバストではないっていうか、もうさ、あの東北地方の太平洋側とかの山瀬の吹き出しとかっていうのは、はいはい、適算のカテゴリーでは、はい、オホーツク高気圧の張り出しとは関係ない。いや、そっちはそんなにないでしょうか。あっちは行きやすいです、見てる限りすると、はい、いや別にあれあっちが顕著なだけで、うん、同じように、はい、日本海側にもああいう、私はオホーツク海っていうけど、うんうん、オホーツク海高気圧の引き出しっていうのは、はい、まあ特に梅雨前期初めの頃は結構多くて、はい、でそれが何ていうのかな、どこまでいくかっていうの、このケースは、強かった。だか、日本列島の北西日本の島根とかあっちの方までバーンと来ちゃって、はい、でまあ日本列島は越えられなかったって感じだけど、うん、その毎日のオホーツク海の日本海側とか太平洋の吹き出しっていうのは季節によっては秋田ぐらいまでとか、はい、仙台ぐらいまでとか、まあ、関東まで来ることはめったにないけどたまにあるよねとか、はいはい、で吹き出すと2、3週間続くこともあれば、はい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 、それは当然強い暖かい空気が来ると2日ぐらいで終わっちゃうよねっていうのもあるなと思うので、はい、それとの違いが知りたいのが一つと、もう一つは、はい、だからこれそのオホーツク海というのが日本海の海と、ね、太平洋側もしくは日本列島との間でこう攻め合いがあったから、停滞した、うん、どうしてその引き出しは、うん、このケースは、うん、その西日本までというか日本列島までが、北緯33度4度ぐらいまで来れたのかなっていうのが多分、梅雨前線を止めた一つの要因で、はい、あの引き出しが弱いと そのまますーっとこう元に戻っちゃって、日本海の真ん中でこう関東の下ぐらいにこうあっと前線が引けるような形になる。そこが多分弱かったっていうのか、うん、弱くなかった、うんうんうん、はい、だからそう、僕が言いたいのはその強固な寒気を日本海に
まあ、でだから大津区会から、まあ、大津会でいいんです。大津区会がそのちょこちょこ出てくるのはよくあるんだけど、その強固な関係を3日間も日本海に引きずり出してずっと維持させたっていうのは何なのかって言ったら、台風がなかったらそれ無理だったんじゃないのかという、その台風の関与を指摘したいってことです。トリガーとしては、まあ、トリガーとしてってことです。位置はかけないのかと思ってたけど、まあ、トリガーとして言ってるんですけど、で結局、結果的にその寒気の強度、あ、まあ、これちょっとこの後もうちょっと進めさせてください。その時に今日の話、地表面だけの話しか今してないので、ちょっと延直にどれぐらい分厚くてどれぐらい強固なものかっていう話を、普通の寒気じゃないねって話をするときに、やっぱり台風じゃないと無理だねっていう話にしたいんですけど、で、それと別に最初の、1個目の質問は、山瀬とかの太平洋側の方に、まあ、バンバン張り出してきて結構南まで来るじゃないかというのはその通り で、それは日本、太平洋側の親潮側は海面水温が非常に低いので、あの高気圧として寒冷高気圧を維持するための強制力としては海面水温が非常に最もらしく低いから、まあ、よく張り出しやすい。で、まあ、だからオホーツク海の延長上としてこう北太平洋も 見れば、まあ、あっち側全域をこう大きく寒冷高気圧としてドドンと居座るっていうのは、張り出すっていうのは割と自然に起こる。で、日本海側にも張り出すっていうのは日本海も寒冷じゃなきゃいけないわけですけど、そういう時期っていうのは結構限られてて、日本海がその陸に対してあるいは日本列島に対して明らかに寒冷であるって言えるような季節的な時期っていうのはいつかっていうと結構限られてる、6月中旬ぐらいまで。で、4月になっちゃうともう結構温まってきちゃうので、日本海にその個別にあの陸よりも明らかに冷たいので、ここは寒冷高気圧になるべきですと。で、まあ、それが結局オホーツク海を中心にこう拡大した形として現れるっていうのは、7月に入ってくると結構条件としては逆に厳しくなるっていうのが季節的な条件の話と、その最初の地域的な太平洋側の北太平洋側のとの差です。日本海と北太平洋の海面水温は明らかに太平洋側の親潮の方が低いので、まあこの時期はですね、それがまあその最初の質問を説明していると思います。だから山瀬自体にはあのオホーツク海を拡大してこうなりますよねっていうことは、まあそうですねと。で、それはあのよくあって何週間も持続するとかっていうことは、まあ、もっともらしいというかそうだろうなと。で、そこをそのわざわざ再解釈するつもりはないです、はい、で、まあ、その日本海に張り出してきましたねもう別にその再解釈ってほどのことではないかもしれない。大げさな話じゃあ大げさな話なんですけど、まあ、ある種その45度にあった前線をいきなり35度に持ってくるっていうところに、昔からよくあの二宮幸三先生が、はい、何度も何度もその話は20年ぐらい前からやってて、はい、結局多くの人は前線が飛ぶって言うんだけど、うん、前線が飛んでるんじゃなくて、うん、そのまあ、このケースはだって台風が温帯化すると前線はないところからキュッと現れるわけでしょ。それと同じように前線っていうのはその時の状況でここに線を引いてるだけで、別にその同じ前線をずっと追っかけていってその前線がこっちへちょっと飛んできてるわけではないですね。まあもちろんそうなんですけど、ただそのだから J ラで解析しても、だから J ラで北風の先端と最低位し直して解析しても、別に気象条件気図がよほどそのなんとなく感覚的にやっぱりこっちっていう風にやってるわけじゃなくて、もっともらしいところ温度経度が一番大きくて北風の先端っていう風なところは一致してるところで解析してるので、これはそのジャンプとして意味がある。その二宮さんがその誤解だよって言ってるようなやつとはまた話し合う、これはに関しては別の話でしょうと思います。で、二宮さんが言ってるのはそのちょこちょこ追っかけてるとあっちにこっちに飛びますけど、解析場においては、一番メインなやつをこう拾って前線記号を書いてるだけだから、あんまりそのまま追っかけても連続的な意味は、ラグランジ的な意味はないみたいな指摘だと思いますけど、そういう話とはちょっと違う。ラグランジ的な意味があるんですか？
だから北風の先端という意味では意味があると思う。物が流れてきてる。北風は今45度までしか来てなかったのが3日までです。それが台風を改善することによって35まで物がこう直接流れ込めるようになったっていうのが音域として説明できる話をしている。台風の恩恵化の話をしているのと違わない。まあまあそうかもしれないですけど、ただまあこの5日の時点でもう太平洋が抜けちゃってるので、だから音程化とこうなんとなく濁しているようても4日に音程化が起こってるんだよね。で5日以降はその台風じゃなくて、はい、まあ方面のっていうか温帯低気圧の、はい、温帯低気圧の西側の寒冷前線的な前線の場を見ている。そうですね、はい、でその寒冷前線的な前線がなぜか3日間そこに留まっていたっていう感じ。そう、まあ大きく言えばそういうふうにも見えます。で、いや、で台風がこう取ってた時に、うん、寒冷前線がギュッとここにできるのは、うん、なんていうか何の不思議でもない。そうですね、はい、でそれをその前にその45度にあったでしょって言われてもその前線とこの前線は全然別物なんだから、別物飛んだとかなんとかではなくて飛んだんじゃなくて、いや 別物なんだけど要するに北にいたやつは前線構造として全部壊されちゃうんですよ、うん、別物である別物としてこう生き残ってたっていいはずなわけです。ここに分かります。だからここにだから台風がもっと南を通過したら別にこの北緯45度でずっと別な寒冷高緯の高気圧として生き残ったらいいよ。下の前線はだから同時に2本あったかもしれないでしょ。そうそうそう、だから、僕が言ってるのはここに寒冷停滞前線としてずっと生き残っててもいいはずなんですよ。このな、もっと南側を通過していけばその気圧強度として引き込むだけの、力が及ぶところまで近づかなければマージしないはずなんですよ。マージしたと見てる。そういうことです。まあマージしたという、まあ、言葉をどう選べばいいのか分かんないけど、ここにあった前線構造が全部壊されて北風の先端がここだったはずなのが台風を中心としたところに全部来ちゃったので、台風の温帯化に伴ってできた、まあ、寒冷前線というのか何前線でもいいんですけど、台風の温帯化に伴った前線そのものが、それより北側の全ての寒気流を受けよう中心になったということです。でもそのもしその台風が左側の前線が生き残ってたら、そのままもうちょっと上に上がってその5日6日7日の下が黄色くて上が青いところに書こうと思えば書けたかもしれなくて、でその台風が通過した後のその5日以降の緑の前線っていうのはもともとは台風が持っているその台風のベストトラックのところで北に北風があって南に南風のあるその丸と一緒に来ている、南北のコントラストが台風の構造が変わったからそこにとどまっている。だから上にあったものと下にあったものは別の前線。まあ、あんまり前線が別とか一緒とかは僕はまあ言葉のあやでしかないと思ってるから、そこはどうでもよくてですね、まあ、例えば台風もし南を通っててこっちの前線が生き残ったとしたら、同じように台風の北側は寒気流になるんですけど、オホーツク海高気圧から全部連続した寒気流を台風の北側に流し込めるかというと、ここに前線がいる限りここでストップしちゃうんですよ。それより北側のもっと冷たいやつはここで1回ストップです。わかりますか？北海道で1回ストップです。そうすると、まあ、北海道台風の北側は寒気流盤にこう一時的になるから温帯化した寒冷前線として一瞬解析されて寒気は降りてくるんだけど、それよりももっと北からもっと冷たいものが来るだけの入り口はもう閉じられたままだから寒気は維持されないです。だけど台風がこの45度に行った前線に近づいてこうマージしてしまったので、要するにそのより北のオホーツク海高気圧とかシベリアとかのより冷たい温位を引きずる
引きずり込むこの閉まってたドア全部こじ開けちゃうんですよね。換気は130、135度のところじゃなくて、もっと135度とか140度とか、もっと東側から入ってきてるんじゃない。まあそうです、はい、だからその上が黄色くなっても問題ないっていうね。その何日ぐらい、6日なのか。まあ一回ここだからこじ開けて入ってきてしまえば、換気が長い換気入りが持続してどっからか入ってきてくれれば別にそれでいいです。どっからか。だけど台風が近づいてこの前線構造を壊さない限りは、北海道で寒気、そのオホーツク海から流れ込んでくる寒気がブロックされるので、日本海には流れ込んでこないです。だから台風の温帯化した前線が一瞬解析されて通り過ぎておしまいなので、それは1日で終わるはずです。だから西日本に停滞前線が停滞し続けるっていうのが3日間続く理由は、そのもっと南でこの前線を壊さずにいたらそれは説明つかない、起こらないだろうって話。だからこの前線を壊してマージしてこっちに飛ばしたという言い方を僕はしましたけど、そのより北側のオホーツク海高気圧の寒気を引っ張り込むには、その台風っていう特殊な強制力を持ったもので、この前線構造を一回壊して、そのより北の寒気流を全部日本海に引き込んだのに扉を開けないといけない。で開けてしまえば、あとはドボドボ流れ込んできて気圧計がひたすら働く、あの日本海上で働きさえすれば、ここに前線が解析され続けるのは間違いですよね。それはまあそんな不思議じゃないんじゃないっていうのはその通りなんですけど、だこの以降は別に温定化した低気圧の前線ではないです。ここに出てるのは、うん、はい、ここに一瞬出ますけど、4日を通過するときにここに一瞬出ます。あの朝鮮半島の方に一瞬解析されていて、まあ、それはまあ温帯化だねって、まあ、それで一瞬で終わりです。だからで30から35度の経度帯に関しては通り過ぎておしまいなんです。でそれは西日本に停滞した前線とは全く別物だから、通り過ぎておしまいの話で、それは全く別物です。なんですけど、台風が通り過ぎることによって気圧経度の場を全部変えてしまって、ここに閉じていた寒気流のブロックを全部扉を開けてしまうので、そうするとここだけ、これより以北にとどまっていた、まあ、もう位置としては東なんですけど、そっち側にとどまっていたオホーツク海高気圧の寒気を全部日本海側に流し込むだけの扉が全部、蛇口が開いてしまうと、あとはどんどん下に流れ込んできますよね。寒気が流れ込んでくるということは、それ全部高気圧偏差を作るので、高気圧偏差が日本海にとどまり続けるということは、南向きの気圧経度が働くし、ということは北風が維持され続けるし、ということはその限りにおいてはひたすら寒気流だと。でそのサイクルが3日間続きましたねというのが、その停滞前線が3日間停滞できたシナリオじゃないのかということです。まあ、地表面だけで言えばそういうことです。で地表面だけだと、まあ、正直あの別にオホーツク海がちょっと張り出すなんていうのはよくあることなので、3日間停滞させるほど強固な寒気を日本海に流し込むっていうのに、台風があってもなくても別にどっちでもよかったんじゃないのって話にはなると思うんですが、まあそのためにちょっと延長も見てみましょうという話にしていいですか。さっきもうちょっと飲みましょうか。延長方向か、南北方向の気圧経度力が、気圧経度勾配がそうなっていると、うん、ほぼ同じ色に居続けるというのは、つまりその水平発散の、天然水の方程式で、P のラプラシアンと、発散デル T がバランスしているということを言っているわけですね。そうですね、はい。それはサーフェスだからいいんですか。サーフェスだから良い。もうちょっと上に行って自由対流でもなっちゃうと、はいはい、完全にこれよりと P がバランスするから、この説明じゃできないんですよね。そうなのか。ちょっとラプラシアンは取ってないですので、主張はこれラプラシアン。まあ、言ってることはそうなんですけど、主張はその緑のところでラプラシアンのマックスがある。
で、だからそれが収束感にそのままなるかって話ですね。で、まあこれ南北収束は それはそれだけで言えるけど、あの東西全部ひっくるめた時にラプラシアンと東西の両方取った上での収束、うん、まあ、さっき見せた収束マトリックスするかっていう話は、それじゃなくて、B のラプラシアンと、それから F かけるセーター、F かける渦と、うん、それから、イリュー光と、はい、あと、よくわかんない、デル U、デル U、デル X、デル A、デル X マイナス、デル V、デル X、デル U、デル Y の2倍だったマイナス、うん、この段も出てくると思うんですけど、普通に計算すると、大体こう、あの、パッと第6巻では B のラプラシアンと F セーターがバランスするな、重大力で。だから普通はその天然あの普通は収束発散の方収束発散の時間変化を横考えるときにその式をそのまま使えないっていうのはまあ、相関気象のあれですけど、はい、サーフェスだからこの場合はもう、ラプラシアン P と、出るどうなんだろう、ちょっとちゃんと考えてなかったけどバランスすると思って、まあ、ラフネスがあってこそかもしれないです。確かに陸上のラフネスがあってこそかもしれない。いや、熱帯ならそうかもしれないですけど、ね、熱帯ならそうですけど、まあ、熱帯ならいいけど、でもベータが入ってる、うん、チューイートで、やつですけど、ラスケートで、それはちょっとそれだけを見て、そいつが原因だって、やっぱり方も書いてみたら、実はそっちが場が高くてとかってならないかな。他の項で前線が南北移動できる項が、いや、他の項の値が、10倍とかあったらね、まあ、偶然する一緒だけど、だから一緒だからこれとこれが、釣り合ってて、っていう話にならないでしょ。こっちのでかいの、でかいの、でかいのが、もう一緒にバランスしてるとしたら、それは収束、収束の位置が一緒であることを説明するためにということですよね。その、うんちゃらかん構造が同じ緯度で維持されるためには、はいはい、少なくとも。何の構造ですか?V の先端ですか?V のゼロ線が同じ位置にいる。V のゼロ線、まあ、そういうことで適当に東西方向に平均を取ったら、結局 V のゼロ線になるんですけど。うん、V のゼロ線の移動方向の動きのことを動きを決める方程式で動きを出したいんですか。そこにかかる力って本当は出ないんですか。本当は出ないんですか。水線形成関数は違うの。水線形成関数は違うんですか。何で違うか。いや、まあこれよりはかかるけど、これをかかるんだけど、南北方向にゼロ線をこう移動させる力を考えてる、うん、それに対して気圧経度よりもはるかに大きな力が強制光があったら、これを説明しただけじゃ停滞を言ってないよねって話ですよね。じゃあちょっと、力学的にちょっと私は今、その V のゼロ線というよりも全体的な収束の南北収束の位置が南北移動しないようにするためにはという見方をしてたから、水平収束の時間発展の方程式でこの項をラプラシアン P があるなというふうに見てたんですけども、茂木さんの話だと V のゼロ線がどう変異するかといったことを導く方程式の中に P の Y 方向の2回微分があって、もしくは1回微分の微分が1回微分でいいんですか。気圧経度のまずその気圧経度のゼロの部分がこうあって、それが V のゼロ線と基本的には一致して、それが前線だよねっていう前提に立ってます。でそこが南北収束を主に生み出してて、まあ、東西方向はもうもしあればいろいろずれるんだけど、だから台風とかやってきちゃうとそれはずれる話なんだけど、東西方向には基本的にそのこの経度帯では同じように伸びたと前線構造だったと仮定したときに、南北方向に
収束するのは、まあ、V の収束だけを取るわけです。でそれは、まあ、V のゼロ線の位置で、まあ、おおよそ近似してるんですけど、まあ、それは一応このグラジ V のグラジエントが収束だから、まあ、それを取ってるとは言えない、まあ、基本的にはそのゼロ線を見ていけば、気圧経路のゼロと一致してれば、まあ、そこが全然一致してるね。でそれをその位置をつまり南北方向に平均した V バーはゼロだと思っているんですね。そうです、うん、はい、ということは水平収束みたいな水平収束の、まあ、の X 方向に平均したもの の予報式を解きゃいい、はい、いいと思ってるとやっぱその、だけどそれに対してその時に、V の天然周に対して、気圧経路とこれよりの U ですよね。これよりと U がかかったやつが南北方向にかかる力でしょ。南北 V の天然周 V の天然周を変える異流と異流と、こちら側を微分するから、なんだこれを Y 微分する Y 微分するんだから出る U 出る Y 出る ΔV、ΔX っていう中の、まあ、異流光は別な場所から移してきただけだから力ではないですね。どっか別な場所からその部位を持ってきました。今の我々は、オイラー的に見てその場所にずっといるかどうか見てますね。はい、うん、だから、他からやってきたものに重要な変異を及ぼす、パラメータだと。まあまあまあそうかもしれないけど、例えばじゃあ異流光の方が重要なんじゃないかっていうことは、水流光よりも、これよりとプレッシャーのバランスの方ってなってるんですけど、でもそれサーフェスだから問題ないって言っちゃ、まあそういうふうに。これよりも、まあ別に無視したわけじゃないけれど、気圧経度だけを変えても、これだけ綺麗にその天然子が合うってことは、いや、別に。気圧経度の方向に変わったので、でもスケールが一桁大きいとかちっちゃいとかって話になると別の話になっちゃう。サーフェスだったら本当に60度だよ。30度ぐらい。じゃあまあもうちょっと直接的に気圧経度力で密度をかけて、V にどれぐらい1個前の V から、気圧経度力をかけると次の V がどれぐらいになるかを算出してそれがこの6例えばマイナス4からマイナス6になることを説明どれぐらい何パーセントぐらい説明するかっていうことを直接書けば一番スッキリするかもしれないですけど、まあだから 40% なのか 30% なのか 50% なのか分かんないけど、まあ 1% 以下じゃなくて、だから半分はまあポリウレルとか別な方が異流光があったとして、まあ基本的には気圧経度力がもう多くを占めてなかったら、まあこのコンターがコンターピークがこう一致はしないはずです。まあ、奇跡論法はあるかもしれない、うん、まあだから、まあ、より直接的には気圧経度力から1個前の時間から算出したら V はこうなるはずです。でまあ、F をその他を一切算出考慮しなくても、4から 5.3、5.7 グっていうふうに増加傾向になることは説明がつくっていうような図にすればより直接的にいいということになるかもしれない。そう必要条件では、はい、これよりはただ全部別にその緯度が同じ限りは、まあ、風速が変われば力が変わる。高圧線がこうあったらさ、風がこうじゃなくて少なくとも上空は高圧線の高い方をこっちに見て高圧線の方向に吹くわけでしょ。だから地方流でしょ。で、まあ、地面は、フリクションがあるからこう斜めになってちょっとこう高圧線を横切って風が吹くけど、高圧線の方向に風が吹くなんていうのは中緯度ではないので、ないっていうのは変ですよ。ないっていうのは変で、別にその、まあ、ベクトルの見た目としてその、地高風成分が大きければ それはほとんどだから非地高風成分がちっちゃく見えれば反ってるようにストリームラインは描いて見えるけど、常に気圧経度力が働いてるものなので、それは別にゴリゴリが働いてでバランスするから、少なくとも上空では中緯度の上空では、まあ、じゃあちょっと試しに、まあ何でもいいんですけど、ベクトルをそのまま見てみればいいと思うんですが、気圧盤
これ、まあ、例えばこの気圧の等圧線ですよね、に対してどれくらい直行する成分があるかって話です。半々ぐらいだと思いますけど、全部気圧系トリックとは、まあ、確かに言わないけど、地表面で見る限り、まあ、台風の中心なんて当然そうですけど、半分ぐらいは気圧系努力でこう引っ張り込まれてなければ台風の中心に向かって物が流れ込むのが起こり得ないので、その同心円上をぐるぐる回るだけになっちゃう。半分以上か、まあ、半分以下かはちょっとともかくして、まあ、かなりの割合が気圧系努力で台風の中心に向かってくるっていうことが起こるから台風はこうぐるぐる回るわけですね。渦巻きスパイラルになるわけです。ローテーションじゃなくて地表では、地表だから、はい、いいのかな。で、まあ、だから地表だからいいんだねっていうのは、まあ、そういいのかなとは思うんですが、まあ、パッと見て必要条件はまあ満たしているかもしれないけど、まあ、本当にそれで十分なのっていうので、他の方が、まあ、それはその通りかもしれないけど、はいはい、起用率として他の項目を見積もるっていうのは必要かもしれない。必要です。十分にするには必要です。で、ちょっと次行っていいですかね。まあ、今までちょっと地表面だけの話をしてたんですけど、台風じゃなくても地表面だけだったら、オホーツク海高気圧の拡大ぐらいはちょいちょい相対的な話として起こり得るんですが、まあ、かなり分厚い寒気を作った結果維持できたんじゃないのかということが、まあ、次の話で、3日、これは台風中心のこの星印ですね。でこう45度に北側の前線があるねっていうのがこの状況ですね。で、台風中心は、平均をとってのはやっぱりこの経度帯です、だからまだここは突っ込んできてない、緯度だけあったけど、で、まあ、ちょうど突っ込んできたのがここです、ね、この日にちからなんですけど、そうすると、まあ、当然台風を中心にして南北大体まあ対称な感じで、まあ、南側は当然暖気流だし、北側は寒気流だし、まあ、それは当然そうなんですけど、でそれがまあ台風なので柔軟的にこう結構突っ立った感じで、かなり深く暖気流、寒気流のペアでやってくるわけです。それで、まあ、シベリアとかオホーツク海高気圧っていうのはもっとこう低い構造なわけですけど、基本的には900とか800より上になると閉じるか閉じないかギリギリの場合が多いので、なんですけど、まあ、一応そのより北に気圧こう温位が下がるっていう構造自体は、まあ、もうそのより北に行けば温位が下がるっていうのはこう伸ばしていけば伸ばしていくほど、それはその通りなんですけど、地表面にへばりついた寒冷高気圧を作るようなより冷たいものを作り出してるっていうのは、要するにこういうやつです。で、これとだから、これの先端としてここに前線が解析されてたんですね。この4日まで。で、台風を中心にしてここに別な寒気流を日本海上にドバッとこう、高さ的には700とかまで全部寒気流にしちゃうわけです。台風が無理やり。で、その普通の他の現象だったら700とかまで深く全部寒気流にするっていうのは普通は起きえないので、まあ、例えばその別な気圧波動がたまたま日本海に通過しましただと850とか、まあ、もっと低いと思う。その普通の寒冷前線の構造っていうのはこれより低いところで寒気流が起こってて、まあ、要するにこれぐらいのものを同じ高さで同じように引っ張ってくるっていうことは起こりますけど、台風みたいに柔軟的にこう突っ立った深い寒気流をドバッと起こすっていうのは普通の気圧波動、まあ軽圧なんだからもっと寝るはずです。カラーは何ですか？カラーは温位の微粒光です。ケルビンパーセカンド。なので、青が寒気流場というんです。で、暖気流場と寒気流場が台風中心にこう柔軟的に結構深い構造としてやってくるのは台風なら当然ですね。でここまではいいんですけど、これがじゃあこの前線構造を壊してよりこっち側の冷たい寒気を寒気流場としてこう全部日本海上に引っ張り込むということをどれぐらいの深さで行うかって言ったら700ヘクトパスカルぐらいまで完全に寒気流場にしちゃうわけです。そうすると、より北側から
間期フィーバーがガンガン入ってくるっていうのが700以下でずっと持続しちゃうと、これ日本海の寒気がこれを、さっき言った22度以下の寒気200、まあ、これとりあえずですけど、まあ、地表面に突っ込んでる場所というので今度はとりあえず敷地として出しますけど、295度以下をこう追っかけていくとどんどんこう寒気が分厚くなっていくわけです。これってユーデル、シータデルエックスだとこんな感じなのかな。ここはなりますね。こっちはちゃんと書いてないから分かんない。南北の方は、はいはい、ユーデルだと逆方向なので、ホーツク東側だから、でシベリアとホーツクはシベリアの方がちょっと暖かいので温帯経度的には寒気流にきれいにこっちは なかなかならないけれど、有成分のほとんど地表だと小さい、あ、まあ、逆にその、東風成分で入ってくるから、まあ、それはそれで寒気流場って、まあ、似たような構造にこの辺はなってるかもしれないです。ほとんど、はい、あの、まあ、ユーデルでも多分似たような構造になるんじゃないでしょうか。まあ、だから、ちゃんときれいにやるなら日本海からオホーツクにこうちょっと傾けてやった方がいいのかもしれないけど、まあ、単純に南北で見ても、言えることは要するに、地表面だけで寒気流場っていうのはここに高気圧があって地表面の気圧経度が南向きに働いて北風が吹きました、それで一瞬起こることは可能だ。だけど、これだけ深い700以下は全部っていうのを突然起こせる力があるのが台風の台風だったところだから、まあ、それの関与がなかったらこれだけの深い寒気流がこう3日間もず、まあ、だんだん衰弱していって浅くなっていくわけですけど寒気流の層が、最後の例えば7日とかになるともう800以下ぐらいになってくる。なんだけど、寒気流が弱まっていってなくなった後も寒気そのものはまだ残ってるんで、寒気流がなくなった後熱が入ってきて温まって寒気がなくなる、だから、まあ、そのラグを考えると寒気流がある限りにおいてはその衰退はしないわけです。で ここで入ってきたものは、まあ、だんだん気圧的にこう倒れていって浅くはなっていくんだけど、ずっと700以下で寒気流場っていうのが維持され続けると、まあ、この295以下っていうのが290以下とかが年のが出てきたりして、まあ、この6日あたりが一番寒気としては強くなってますけど、まあ、その強さっていう意味でいくと寒気の厚さですね。厚い寒気が日本海にいきなり入ってきてどかないっていう状況は、どうやって作るかって言ったら、これがなかったら起こせないだろう。気象庁が解析した上空のトラフは、はい、この断面には出てこない。この次にやります、はい。後半ちょっと他人の解釈をします。で、まあちょっと地表面から下層700まではこんな感じで、前線の位置を説明できるんじゃないのかと。まあ主に気圧経度を南北でバランスさせるには、日本海の寒冷高気圧を作らなきゃいけない。その寒冷高気圧を作るにはオホーツク海高気圧から寒気流を持ってこないといけない。その寒気流が起こっていることは、まあ、気象庁報告でもあるんだけど、それをそもそも起こしたのが台風7号のこう深い気圧的な寒気流場が日本海に入ってきたということがなかったら、45度の前線の扉を開けることはできなかったということが、まず地表面から下層の話です。で、だから台風7号北側の寒気流というのがこれが結構深かったので強化維持できたよというのが、まず前線を西日本に停滞させ得た一つじゃないかと。で、まあ寒気場だけで見てもそうなんですけど、一応気圧経度に直してみると、まあ、重ポテンシャルから気圧経度に直して書いてみると、まあ、台風の中心に対しては、まあ、南北対称にこう気圧的になるわけですけど、
通り過ぎた後にこう下層に南向きと、台風が残してた北向きと、まあ、それはまあ太平洋高気圧からの北向きというべきなのかもしれないけど、で、コンターは、オメガのマイナスをかけてるのでプラスの値が上昇流です。だからここから1ヘクトパスカル、1パスカルパーセカンドかぐらいの上昇流が出てくる。で、それがこの辺まで出てきますね。で、それがまあ全然直上に客観解析上でも出ますね。で、まあ、気圧経度も、地表面だけでさっき見てましたけど、その寒気が形成されましたね、分厚いですねっていうのは、要するに見方を変えればその南向きの気圧経度を700以下で維持できるということなので、その太平洋高気圧からの、北向きに押してくる力に対してはちゃんと対峙できるだけのしっかりした寒気だと。で、だけど、寒気流がなくなった後はもう太平洋高気圧の押す力に負けてしまうので、まあ、その場所は全部崩れてしまって、一応前線として解析されてるんですけど、もうほとんど、日本、西日本全体と日本海の南半分ぐらいまではもう南風ばなってしまっているので、この8日はほとんど雨が降ってないというのはそういうことです。ね、そこまででまず仮想なし、はい、でまあ、その気をつけるバランスで、停滞は説明できないと、いうことです。でだから、ウェザーニューズが、言ってたことに僕がちょっと引っかかったのは、上空の気圧の谷があったのは事実なんだけど、それがこう地表の太平洋高気圧のこう北に押していく力に対峙する相手じゃないだろう、その相手は何だったのっていうのはそういうことで説明できる。まあ、このちょっと文章としてこういう、それで3と1っていうのをちょっと勝てないですか、言い方変えた方がいいんだけど、まあ、ちょっと僕はあえてこんな言い方してるけど、まあ、太平洋高気圧の、のれん分け的な日本海上の高圧偏差という感じですか。日本海上で閉じたるわけじゃないので、まあ、こういう言葉がいいかどうかはまあ別ですけど、まあ、そういうサンドイッチの相手はこいつですよということです。いや、それは私も同意して、はい、気圧の谷は相手じゃないんだけど、気圧の谷は、上空の気圧の谷は寒気なんじゃない。いや、で、それをこれからです、はい、で、じゃあ今回その上空の気圧の、あ、まあちょっともうちょいよろしくですね、まあこいつはのれん分けですよ。でのれん分けを起こさせたのが大変ですよ。でじゃあこいつは何したのかというのをこれちょっと後半やりたいんですけど、まあ、結構時間取ってるし、はい、もうちょっと早い予定だったんですけど、こちらの報告にはですね、朝鮮半島の上に、気圧の谷があって、これがゆっくり南東に、要するに西日本に近づくようにゆっくり進んだと書いてあるんですけど、それで西日本付近で上昇流を冷気したんだと。まあ、それなぜならば、このジェットがこういうふうに蛇行するので、ジェットの出口としてこっち側は情報発散になるみたいなことを多分イメージされてるんでしょうけど、直接的には書いてないです。が、まあ、ちょっと僕は別な考え方を採用していて、で、なぜ南東に進むと西日本に上昇流冷気できるのかっていうのは、ちょっと、まあ、当たり前かもしれないけど、考えます。で僕が採用しているのはサンプさんとシャオさんの2010年のこれ、論文賞を取ったやつですけど、ジャーナルクライメットに出たやつで、上空の西風ジェットが西から東の上り斜面となった東温位面をこう上がっていくと、断熱的に。そうすると、まあ、勝手に上昇流水分が出るじゃない。要するに大きな場として、東温位面が西から東に向かって上がる斜面なんだったら、そこをただ西風ジェットがバッと吹くだけで、上昇流成分が出てくるという話です。だから気圧の谷があって、そのこうジェットの蛇行があって、それが西日本の上を通過しているというのは上昇流を冷気するんじゃないかという説です。だからまあ上層発散とかっていう話とはちょっと別です。でまあこれはその梅雨前線上の、まあ、これは三部さんの話は季節平均的な話として、
まあ、梅雨前線がこう5月にはこの辺の緯度、6月にはこの辺で、下になるとこっちに行って開けてしまうのは、ジェットの位置がだん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 こう、亜熱帯ジェットの位置が北進していって、上層での上昇、広い範囲での上昇流域っていうのが、消え去っていく。そうすると7月は昼夜明けになりやすいという、まあ、説明に使ってるわけです。で、まあ、それを僕の本にはこんな感じで書いてあるんですけど、でまあ、もっと大きな話で、チベット高原の場合、大陸はうまく大陸がガンガンこう南西モンスーンでできるという時期が5月ぐらいに訪れると、ここでまあ大陸がガンガン取って火種つかないんですが起こると。そうすると、こっち側の、その、これチベット高原と言うとしいんですけど、こっち側の温位がどんどん下がってきます。だから、あまあ、温位面が下がってくる。火種につかないんですが、温まっちゃうので、中層が温まるので、温位面がこう、ガッと下がる。と東に行くほど温位面が上がるっていう形になるので、西風はただその温位面上上がってるだけで、まあ、遮影すると上昇流成分がある程度出てくるでしょうと。ほっとけば。で、そういう好条件の中で、梅雨前線全体はそこに停滞しやすくなるというような、気候平均的な理屈です。ですが、まあ、今回のこう事例的に見てもいけんじゃないかという話をちょっと見てみようと思ったんです。で、だから、今度は500ヘクトパスカルなんですけど、で、最初に谷、言ってる谷とはっていうのを、ジェラで見るとどんな感じで出せるかなと思って、これまず最初に Z の東西方向の、まあ、これも経路を書いていて、統治線はただの Z ですね。500、5パッパラというふうになったりとかします。で、まあ、その斜面を取ると、こっちが上り斜面ですね。こっちが下り斜面ですみたいなのを、青と赤で書いていって、そのゼロ線のところが要するに谷なんです。なんですけど、で、まず、一つ、その3日、4日、5日で書いたときに、見えるのが、このジェットっていうのかどうかわかんないですけど、いわゆるその、中流体の気圧波動的にこう、蛇行してるジェット、いつも流れてるジェットは、この40度付近こう、行ってて、まあ、この下に前線があるわけですけど。だから、ここの下に前線構造があって、そこに、その直上に西風ジェットが入ってるというのは、まあ、だから、この40度が本来の位置だっていうのは、それでわかります。なんですけど、台風からの吹き出しも、単純に風速で見ると、来るわけです。それが、まあ、これなんですけど、でそれが3日にここで4日にここ5日にここってこう動いていくときにまあ混じっちゃうわけです。でまあちょっと Z の先の前にだからトラフとして Z の東西経路の0なるところだけで取るとまずここにこう1個かける。はい。で台風のトラック上に沿って当然トラフになっちゃうんです。台風はこう深い低気圧なので。そうすると、前のトラックに沿って全部谷になってて、これも結局トラフとして出てくる。で、これが消え去らないんです。トラック、どうしてメモリが残って流れていかないのかちょっとパッとわかんないんですけど、どうも動いてないです。トラック上から。3日4日でほとんど位置変わってないです、ね。それで、これが、まあ、中高緯度の、まあ、いわゆる気圧波動的なやつと、結局くっついて解析されるのを、が、こう、朝鮮半島上にこう、ゼロ線が来る日が5日なんですね。で、5日以降、6日、7日は来ない。まあ、若干、その西日本に近づきますけど、で、これは同じのが言ったというか、こっちはむしろ台風12号のせいでこうかけてるだけで、これ全く別なんです。なので、まあ、若干南東に、なんとなく進むけど、別にこれ以降はトラフじゃないわけですよ。本当はだからここにいるはずのやつが中高緯度のトラフなんでしょうけど、まあ、ほとんどもう、この辺のやつはもっと高緯度に行っちゃってて見えない。で、どうやら、その、西日本豪雨の期間に、
上空のトラフと言ってるやつは、この台風のトラック上にできてるトラフが中緯度トラフと、まあ、くっついたような感じで解析されたものをどうやら言ってる。で、まあ確かにジェットも、最初ここを通って、40度あたりを通ってるんだけど、台風がやってきたせいで、風速の最大位置が、これ風速です。風速の最大位置が、まあ、これは最初バラバラですけど、まあ、こういうふうにまあ一緒になっちゃうわけです。で、最大位置でこう、矢印書くと、まあ、軸をこうだと しますと、まあ、こんな感じで、こうだんだん弱まって東にどんどん移っていっちゃう感じですね。ただまあ一応7日ぐらいまでは風速、これは15メートル、16か。16以上がまあ規模なので、まあ、15メートル以上の風速はあるけど、まあ西風ジェットとしてそんなに強いものがガンガン吹いてたかっていうと、そういう状態ではないです。ただまあ、その、ここにその台風のトラック上にできたトラフと、まあ、中緯度のトラフとくっついて、長八線半島上にあって、なんとなく南東を進したということ自体は、まあ、その、気象庁報告と全く同じことが JRA でも見えていて、でもそれがどう影響するのかっていうことは考えてみる。で、まあ確かに立地に突っ込んでくるような力は台風ないので、まあもともと総裁的には立地ではなかったでしょうけれども、この重ポテンシャルとしてはっきりこう折れ曲がったトラフがもともとあって、その通り道を台風が沿っていったっていうわけではないです。うんうんうん、はい、だからもともと中緯度のトラフはもっとこうい、40度以北に別個存在してて、それと別の台風トラック上にそれももともとあったのか、ちょっと台風が作ったのか分かんないけど、それが別物だったと、しかも3日までは、だから6月から6ヶ月ってそうなんですけど、もともと別物で存在します。これはこれでこっちからです。で、こっちはこっちで、南から、こう、台風の北進に向かってなんとなく深まっていくように見える。まあ、それは台風は上空でも結構低気圧。で、トラック上が全部低圧偏差として生き残ってしまうのは、ちょっとうまい説明がスッとできるわけじゃないんですけど、台風が通った後上は全部トラフになってて、そこを全部風速が迂回するように流れる。っていう形に、まあ、4日以降は少なくともこうなっていく。それで、じゃあ、まあ、ジェットがこういうふうに、その、まあ、少なくとも、まあ、トラフがこういうふうに台風と中緯度のやつで結合した結果として、朝鮮半島上にできて、ジェットが西日本上を、ジェットの軸がこう、来ると。まあ、これは事実なので、そうすると、三平シャー仮説はどう適用できるかっていう、で、単純に500のオメガをザバッとこう分布を書かせると、まあ、西日本全部広く上昇流ですねということだけが、まあ、とりあえず見えるんですけど、あと、まあ、台風トラック上も大体広く上昇流ですねと、まあ、雨強い結果なのか原因なのかはこの時点ではよくわからないんですが、これベクトルはその15メートル以上の風速の敷地中のものをちゃんと黒く書いて、残り灰色のやつは弱い風速ってことです。だからまあ強いものだ、この強い黒いやつだけを見てこれが上昇流を起こせるかということを考えると、確かにちゃんと強いものがちゃんと西日本上をひたすら継続して流れているので、まあ、ある程度その上昇オメガがある中で、その部分の何パーセントかは、断熱上昇でも説明しているかもしれない。で、じゃあ実際どれぐらいなのかを、温位面のアングル
を優にかけてやれば、まあ、上昇流成分が出てくるので、まあ、それを単純に書いてみると、まあ、こんな場になりますよ。で、5日に関してはちょっと微妙にこう加工量が卓越しちゃったりしますけど、6日、7日ぐらいに関しては、まあ、列島上全部を、断熱上昇成分だけで 10% ぐらい、元のこのオメガですね。こっちのオメガが1パスカルパーセカンドぐらいが、まあ、最大で出てるんですけど、それのうちの 0.1。0.2 はほとんどいってないです。0.2 っていうのはなかなかないかと思うんですけど、まあ、最大 でこの一番端っこで 0.12 とかですから、でそんなにスケールアウトしないように書かせているので、まあ、0.1 ぐらい、10% ぐらいが断熱上昇成分で進めてくると。で、まあ、これでいいのは、青線で書いてるのはですね、オンイン、この500のオンインなんですけど、台風通過後にこっちの温位面がこう下がると、まあ同じ500で見ると温位がこっちが上がるということですけど、でこっちが一番冷たい、でこっちが一番高いなので斜面的にはこういうふうになっている。でこの斜面に対してある程度直行する、UV 成分があれば、まあ、上昇成分を生み出せるんですけど、まあ、それが、結構広範囲で稼げる、まあ、値自体は 10% 程度ですけど、かなり日本全部覆うぐらいの場所で、まあ、6日、7日に関しては結構稼げる。で、5日は、まあ、九州だけでちょっと北の方の方は加工流になってますけど、まあ、この辺に関してはそれなりにもっともらしく説明される。ということで、まあ、上空の気圧の谷は、そもそも、単純に中央の気圧波動上乱そのものではなくて、それと台風経路に沿って計測されたのが結論した結果として朝鮮半島上に、まあ、現れたような、急に現れたように見えていったんだよね。で、もともと亜熱帯ジェット気流はあったんだけど、もともと北40度とかもっと北を吹いてたのが、まあ、場が崩されてこう南にこう折れ曲がるような感じになって、西日本上空を軸にするようになる。そうすると東海面上の上り斜面っていう形になるので、南西風ジェットが、まあ、ある程度上昇流を説明できる。で、まあ、10% 以外の 90% はじゃあ火種的なものだってことなんで、まあ、地表面から収束で何らかの不安定になって上がってきたもので、まあ、大方行くわけですけど、まあ、こっちで大事なのは、広範囲が全部、要するにサプレスはしないということです。上がってきたものを抑え付けはしない。少なくとも好条件になって持続性があったということは指示している。はい。で、まあ、ちょっと再解釈という形で、まあ、当たり前っちゃ当たり前のところもあったんですけども、まあ、まとめ直すと、まあ、3つ大雨ピークが、この平成30年7月頃にあって、まあ、前半はまあ過去研究でもよくあったし、で台風7号の中盤があって直接の雨があって、後半がまあやりたかったことなんですけども、メディア等で言われていた代表的な、文言に対してはちょっと幾分修正がいるんじゃないかなと思います。まあこれは文言として使うかどうかは別として、まあ要するに寒冷高気圧が日本海に来ない限りは、これは説明できないということが言いたいことです。はい。まあだから、のれん分けというか、オホーツク海高気圧の拡大というか、どっちでもいいんですけども、まあそれは気象庁報告に書いてる言葉のそのまんまといえばそのまんまなんですけども、それは、要するに台風7号の通過がなかったら、それは起こり得ないんじゃないのかというのが、まあ、報告にはなかったところの、まあ、僕なりの見方です。で、まあ、それが、その寒気流の深さから説明できる。まあ、強化維持、これだけその3キロぐらいの厚さの層圧の寒気流を、維持するには、ただの相対的な拡大縮小では説明できない。
なので、まあ、それだけ分厚いものがあると気圧経度もそれだけ深い場所で、南部方向に平行するので、まあ、停滞するには都合が良い。で、まあ、気圧の谷もさっきちょっと言いましたけど、そんな感じで 10% ぐらいは断熱上昇。で、じゃあその、まあ、タイトルに対する、解釈としては、要するに台風7号コラピューンがどんな影響を梅雨前線停滞に対して及ぼしたのかというと、まあ、まず一つは、日本海全域に対して大津海から強く熱い寒気流を起こさせる、その扉を開くにはこいつがいなければいけなかった。ということが一つ目で、もう一つは、中層で平熱加熱を台風自体が起こす。そうすると、東シナ海をこう北上していくときに、東シナ海側、つまり西、日本の西側を全部こう、全部温めてやってくるわけです。そうすると、遠い面の斜面自体をこう日本に向かって上り斜面にすると。で、その上で、自分が自ら作り出した上空の気圧の谷に対して、まあ、ジェットが流れ込んでくるので、そう、結果的に断熱上昇によって、広範囲に、まあ、環境場として、大量発達がしやすいという条件を起こすというぐらいの、まあ、これぐらいの項目が台風7号の影響として挙げられるということです。はいはい。このコースを台風が通って結構過去に良かった。はいはい。むしろ寒気が近くまで来たっていうか、気候が悪くて珍しかった。そうですね。実は、同じの例かなと思って、こう一応目で追っかけて探してるんですけど、27年の8月豪雨のやつで、全く同じ台風の経路で、その後に、梅雨前線とは言ってないんですよ。停滞前線がここに停滞して、全国的に起こるってやつが、8月後半に起こってるんですけど、お盆の頃ですね。お盆の頃に、台風がこう、突っ切って、その後、ここに、ある突如として停滞前線が解析されるようになって、まあ、その時のやつは、ここの40度の前線では直接解析されてないんで、まあ、全く一緒とは言えないんですけど、パターンとしては、時系列にもほぼ一緒。8月15日に通過、16日から停滞、17日もゴールみたいな感じのやつが、27年の8月ゴール。というのが、直近では。工場感覚だとよく、なんか異常気象の時に、ジェラで何かのインデックスを50年分ぐらいかけて、過去1位対応。じゃないですか。はい。だからそういうので、ちょうどオホーツクから抜けてくる東風が過去1位だったら、過去が見るぞ、そういうのなんか。確かに、インデックス化しようと思ったら、このシナリオが正しければインデックス化として、こことここっつって、まあ、差を取ろうとするのは、比較的簡単かもしれない。で、まあだから同じようなのがないかどうかを、過去、まだ JR55 の中だけで全部拾ってきて、どのぐらい同じかっていうのを比べてみるのはできるかもしれないです。とりあえずパッと目で見ただけでもシナリオとして、ああ、一緒だなって見えるのは、その3、5年前、26年の8月です。台風の仮想で、その前線を挟んで北風と南風を使うんですよ。はい、北風が仮想で凍結するのって、さっきのバランスからのズレっていう解釈。バランスからのズレ、コリオリ力で、気圧経度力とコリオリ力をバランスしてるけど、仮想だと摩擦の影響で、コリオリ力が弱まって、気圧経度力が増す。はいはいはい。仮想ほどそれが成り立ちやすいですね。どこに行くほど、寄与率で書いたら別な図になるかもしれないです。ただ、どっちにしても、
地表だけでは厳しいんだよな、ね、950とか薄い話だけだときついんだよ。同じ場所にずっといるには熱的にちょっと別な方法で温め、温度入れはあるなり下から温めるなりなんなりしちゃったらもう関係すぐ衰退してしまうので、衰退した途端に全然停滞できない。すっきりしていない。本当ね、僕は小腸の内臓を知らないですけど、はい、僕も知らないです。まあ、上気と健康不快で、はい、かなり広範囲で、多分いろんな面から